パラです。チェロです。パラチェロです。はい、パンパレやっていきましょう。いきましょう。今回ね、新 SSR 残滓というところと、あとイベントのね、残滓も来てますので、まあ、あの新 SSR 残滓の引くべき度、まあ、引くべきかというところを見ていくのと同時にね、まあ、イベントの、ね、残滓も、性能を見ていきたいなと思います。そうですね。で今ね、映ってるんだけどね、まあ、一緒にマキさんと東堂さん、まあ、ピックアップされてますね。そうですね。うん、まあ、マキさんね、持ってないから個人的にちょっと欲しいとこではあるんですけど、うん、ただまあ、ファンパレガチャで回してたらいつか出るかなっていう感じがするからさ、まあ、そうですね。この二人のために引くっていうのは、まあ、まずないよねっていう。うんうん。で、そうなると、ここですね。うん。ついていきます、ななみさん。こちらの新 SSR 残滓の性能をね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけど、うん。こちらが、まずコマンドスキルを使った時に発生しますと。で自身に会心率中アップ付与3ターン、再使用5ターンというところですね。で、もう一つが、こちらオートスキルになってるんですけど、うん、自身が会心を発生時、味方全体に体重 20% アップ付与3ターンというところですね。うん、これはさ、まあ、ここだけ見ると多分いらないと思うんだよね。みんな引かないと思うんだよね。ああ。多分。っていうのが、体術じゃなくてさ、呪術の方を結構みんな使ってると思う、キャラ的に。うんうん、まあ、もちろん体術キャラもいるんだけど、呪術の方がまあ火力が出てるようなイメージがあるから、うん、みんなそっちに寄ってんのかなって感じがするよね。うん、だから体術の、まあ、残滓、今いるのかと。なるほど。ただね、ちょっと僕思ったんですよ。うん、ここちょっとポロさんの意見も聞きたいんですけど、このオートスキルね、会心発生時、味方全体に体術 20% アップ付与というとこなので、うん、まあ、この残滓を使うときは体術パーティーにしないといけないかなと思うんだけど、そうですね。例えば、ななみさんってさ、うん、多段攻撃するじゃん。しますね。まあ、3回か4回か、ダンダンダンってするじゃん。3回、うんうん。例えば、ああいうときにさ、3回とも会心が発生した場合、うん、20×3 で 60% になるのかと。いや、そうなると、うん、だいぶやばいですよ。まあ、3回連続会心ってまあまあないじゃん。うんうん、まあ、たださ、ここでさ、コマンドスキル発生時に、まあ、中アップと会心ですよね。うんうん、まあ、これでどれぐらい上がるかちょっとわかんないけど、例えば3発連続会心になった時とかね。うん、で、3ターンもあるから、まあ、次のターンみんなね、例えば 60% アップ状態で戦えるとか、うんうん、なってくると結構話変わってくるかなと思って。そうね、1ターンだけじゃないしね。うん、そうそう、これが1ターンだったらもうほんといらないと思うんだけど、うん、3ターンだからね。で、また次もさ、会心出ればさ、うん、また3ターンでまたこう重ねがけすぎるみたいな、うん、例えばまた3回連続になったら今度 60%60% で 120% になるみたいな、うん、そんなね、夢のような残滓のような気もしなくもないんだけど、うん、ちょっとわかんないけどね、もしかしたらその3発でも1回の攻撃って見出して1回だけみたいな、うんうん、20% みたいな、うんうん、なのか、その攻撃のたびに発生するのかっていうところだよね。そこら辺がこう書かれてないじゃん。なんか日本語の難しいところですけど、うん、でももしそこまでアップするんであればやっぱり書くんじゃないんですか、自身が会心を発生するたびに。あ、たびにね、全体に。あ、そっかそっか、たびにっていう、確かにね、うん、それがあれば、まあ、結構確定するけどね。そうそう、これはね、ちょっと僕ら回せる意思がないんでね、大富豪の方とか有名 YouTuber の方の検証を見てね、うん、また、まあ、実際にどれぐらい強いのかっていうのはね、ちょっと確認していきたいなと思うんですけど。そうですね、これはでも結構夢、もしそうだったら夢あるなと思うけどね、うんうん、例えばあの僕らの推し、僕の推しは、まあ、当時さん、伏黒パパですね。うん、で、ポロさんの推しのメイメイさん。メイメイさん、まあ、両方とも体術っぽいよね。ぽいけどね。うん。まあ、うん、メイメイさんはワンチャン、服タイプ、うんうん。術式と体術両方使うみたいな。カラス使うからね。うん、うん、うん。そっちかもしれないけど、まあ、当時さんに限ってはもう完全に体術じゃん。呪力ないから。そうね、うん。うん。ってなるとね、これがもしもその会心の旅とかなるとちょっと胸熱な感じがするよね。もう俺うん、藤黒藤二さんをめちゃくちゃ強くしたいんよ。だとしたら取っとくべきじゃないですか。うん
20連しかできないんですよ。20連で決めましょ う。いやー20連あのやっぱね、お子さんの地獄を味わってるから250連っていう、うん、そうだね、とても20連とか出る気しないんだよね。もう100連ぐらいしないとちょっと出ないかなと思う、うん、っていうとこなんですよね、うん、なんでまあちょっと会心の旅にっていうことであれば結構夢のある斬新なんじゃないかなって感じはしてるんだけどね。そうですね、だとしたらやっぱり行きたいですね、うん、そうですね、まあ僕はね毎日の短髪、うんうん、それに夢をつなげようかなと思ってますけどね。はい、ということでちょっと短髪一回やってもいいですかね。あ、ここでいいですか、すいませんけど一緒についでにね。いいですよ、いいですか、ワンちゃんここで出るかもしれないからね。あーもうダメやった、わかんないわかんない、国選出る、いやーこれはもうダメだね。はいはい、おおおおびっくりした、おお SS、 いいな企画が、まさかの、あこれはこれでありがたい、私が欲しい、なんもない演出でまさかの企画外、企画外出たね、企画外出ましたね、これは嬉しいですけど、びっくりした、ピックアップを超えましたね。ね、まあでもピックアップの方が欲しかったけど検証できたから検証できなかったね、まさかの、いやいや、まあ、ありがたいです、すごい嬉しいです、凸が進むんでね。そうですね、うん、で続いてですよ、うん、今度はイベントの配布の斬新ですね、うんうん、遭難なんて認めないっていうね、まあ、遭難してますけどねこれ完全に、うん、そうですね、かっこよく遭難してます、ね、これさ俺、まあ、前からだけど動きがあるのがいいよね、雨降ってんじゃん、うん、なんか他の残暑も動きあるじゃん全部。あ、そうだっけ、まあ、ちょっと全部は語弊あるかもしれないけどほとんど動きがあるんですよ。あ、見てなかった、そこは、うん、だからこういうのもね俺結構熱いなと思う、うんうん、こう静止画じゃなくてね、そうね、細かいなっていうところもこうなんか、うん、もう好きってなるね、パンパレ好きって本当にゆったり遊んでるだけだけど、うんうん、こういうのも好きだね。はい、ということで、まず詳細ですね、コマンドスキルまたは必殺スキル発生時に自身に会心率10アップ4ターンと、小ですね、うんうんうん、で再使用は7ターンというところですね。まあ小、うん、どうなんだろうね、中ぐらいから使えるのかなちょっと分かんないけど、でもう一つがオート、うん、自身が会心を発生時味方全体に必殺ゲージ上昇15、あこれで試せるじゃん、あ一緒だね、同じだもん、本当だ、だからこれ検証しようよ。そうね。会心、その、ななみさんの多段攻撃とかさ、うんうん、あとお子さんの多段攻撃とかね。うんうん、あそこら辺で、連続発生したときに、例えば 15% じゃなくて、これが 20%、あ、30% とかなれば、うん、あ、この表記って、前、都度じゃん、みたいな。うんうん。あ、これ試せるね。試せるよ。これちょっと次回試しましょう、これ。やりましょう。ね。うん、これでもしもね、旅に発生したら結構化けるよ、斬新。化けますね。ねえ、ちょっと楽しみですね、これは。今回、会心を重点的に置いてる、うん、そうだね。斬新で。うん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 。まあ、会心が重要になってくるのかな、今後。ねえ。ちょっとね、なんだっけ、ブレイク、うんうん、ブレイクを重要視してくるのかなと思ったんだけど、新イダドリさんとかの感じでね、うんうん。そうじゃなかったのかな、ちょっとわかんないけど。ねえ。まあでも今後体術キャラ出るんじゃない、次出るんでしょうね、ね、当時さん来る、ね、うわーどうなんだろうね、楽しみですね、うん、はい、ということでね、まあちょっと次回はねこの会心発生時というところが多段の時にどうなるかというのはね、ちょっと検証していきたいなと思います。はい、はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。